じゃなくてカノになれよ。友じゃなくてカレン、カノになれよって。もうダメだ。もう、緊張しちゃってんな、俺自身も。ちょっと待った。え？誰？おとらもくともも姉様、ごきげんよう。グールド。はい、ということで、化け物島での一日がスタートいたしましたということで、いやー、ひもてーつもどうなるかと楽しみな今回ではございますけども、なんと、マンションにハートマークがついております。これ誰だろう？ちょっと流行る気持ちを抑えてね、まあイベントとか見てみましょうか。まあ女子会ね。ある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 。はいはいはい。これ誰？奥の誰？スミソかな？あ、スミソだ。スミソも、やっとこのメンバーの中、入るようになったんだ。まあそうだよな、トモシリーズだからね。呼んでやれよ。なあ。結構あいつ孤独だぞ、俺残り。公園の方だと、ああ、炭老師が、いや、こんなのお化けだろ、完全に。ねえ、炭老師が般若の面つけて走ってたら、やめろやめろ、それ心霊スポットになるから、この公園が。遊園地の、あれ誰もいない。ああ、しんちゃんか。ねえ、一人で何をやってんだよ、マジで。なあ、5歳児歩かせんなよ、こんなとこ。なあ、夜だぞ。うわ、マジ、ちょっと待って。うっそ、カウガール？ちょっとカウボーイが欲しいんだよな。ウッディに使えたからさ。買うか。うわ、寝たよ。おめえ恋愛のこと忘れてんなよ。絶対ウッディじゃん。絶対ウッディじゃん。ほら、何この夢？光を当てるとミーが元気になるよ。あ、ほんとだ。マックスまでさやってもさ、ドラパーたまんねえんだけど。ね、ケーブル繋いでるから、3DS を。ああ。これやっちゃうと動画止まるから。ねえ、何やってんだよ。何これ、ソーラーパー。お前、ちょっとお前とウッディの恋愛、ちょっと楽しみだったんだけどな。寝るなよ。なあ、お前、9時だぞ、まだ。しかもめちゃくちゃ激レアじゃん、これ。お宝じゃねえか、マジもん。で、しょうがない。ちょっとミサイ見るか。ねえ、生まれ変わったミサイだからね。ねえ、だいぶ可愛くはなったけどね。お、来た。うわ、炭老師めっちゃ落ち込んでんじゃん。ねえ、この顔で？だからさっき公園走ってたのかな。まだ引きずってんの、炭老師。可愛いとこあるじゃねえか。いやー、でもどうだろうな、炭老師。もうブチ切れてるでしょ。どうなんだろう、これ。仲直りしませんか？ちょっとひどいな。顔長えな、二人とも。怖い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 。それ怖いでしょ。ちょっとだいぶ本家から離れてきてしまったウッディに渡すか、服を。ちょ、ウッディにも謝罪の意を込めて。ああ、ティーナに告白される予定だったのに。哀愁。いや、これ、野鳥観察してるおっさんじゃねえかよ、これ。いや、これもだいぶウッディに遠いな。あ、でもウッディっぽいっちゃウッディっぽいけど。はい、ということでね、次の日になりました。ねえ、ティーナが起きたんで、朝確認したら、ハートマークがついてるんですけど、これ、俺にもついてねえか。ちょっと待って待って待って、俺じゃないか、これ。うわ、俺だ、え？ティーナから見るか。ティーナから見よう。俺はちょっとやばいぞ。ちょっとリーナだ、ウッディだろうな。あ、まあ、ウッディだろうな。ああ、まあ、まあ、いいや。ウッディはいいや。うん。まあ、ちょっと手伝うか。うん。ウッディはな、おもちゃだからな。いや、どうなるか。やっぱね、一応見られちゃダメだから動いてるとこ。まあ、見られてるけどな。私のアンディになってくださいって感じかな。どうなるかな。じゃあ、ウッディもその格好で来んの？バカ寒いでしょ。え、どうなるどうなるどうなる、え、しょ、なんでなんで、待って待って待って、なんで画面そこなの、なんで枯れ木を映したんだよ。なあ、全然合ってねえけど、なあ、花が咲くんじゃねえのかよ。枯れてんだよ、最初から。いや、ついに、ティーナが恋愛。だが、メインコンテンツは、こっちだよな。こっちだよな。ちょっと見てみるか。ちょっと待って、マジで俺か。ついに来たか。誰だろう、え、誰だろう、ちょっと待って。確認していい、え、クスケちゃん、クスケちゃんが一番仲いいんだよな。かなり楽しい。え、だって、男としか仲良くねえぞ。素敵な人ぐらいじゃない。あ、でも、あ、親友なんだ、親友が。イザベーラか。ミサエ売れ残り。俺、ミサエとそんな仲良かったの。イザベラは関係ない人。え、これ待って、略奪じゃねえか。じゃあ、待って待って、欲張り。え、欲張り。いや、どっちもいるんだよな。ちょっと待って。いや、ミサエは、ちょっとないな。年は近いけど。いや、まあ、売れ残りかな。うん。じゃ、ちょっと今回、公演が結構いいから。うん。
まあちょっとセリフもね、もう決めたんで。まあやっぱ公演が今ね、暑いから。売れ残りか。どうなるかな。豚から取れるかな。友じゃなくてカレン、カノンになれよって。もうダメだ。もう、緊張しちゃってんな、俺自身も。え？誰？うわ、じゃあやめろよ、もうマジで。で、ひも亭同士争うのやめろって、なんで毎回やられんだよ。毎回こいつじゃねえかよ。まあ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 、どうなるかな。いや、どっちもちょっと、豚に勝てるか。ちょっと、売り残り。うわあ、年内に決めたかった。年内に決めたかった恋愛を。頑張れ、コアラ。うわ、ダメだ。くっそ。コアラ。じゃ、コアラ好きな天ぷら食え。天ぷらも好きだからな、俺は。わかるから。まあまあ、まあまあったか。そんで、ちょっと冷めさんだろうな、天ぷらが。ダメだ。もうコアラ昇進だ。いや、コアラにちょっとインテリアあげようかな。ライブハウススタイル。うわ、もう、全然気に入ってねえじゃん。もう、その感じ。ああ、切ねえ。しかも乗ってんの俺のフィギュアだしな。ああ、もうライブハウスでこんなオルゴールを聞く日が来ると思わなかったよ。ねえ、合わんでしょう。いや、もう、コアラ、元気出してくれよ。もう、マジで、オルゴールこんな聞かないのか。結構、売れ残り本気だったんだな、コアラ。じゃあこれで元気出して、これなんだろう、これねえ、モービル。いやいや、チョイスよ。なんでそこのさ、あえて気持ち悪い2人チョイスしたの。これ息吹きかけたマイクに、ああ、回るってことね。うわ、クソつまんねえこれ。ま、全然ほっこりしてねえじゃん。なあ、あれは絶対人選ミスだろう。じゃあ綺麗な万華鏡見て、もうラストはね、あ、万華鏡で決めてもらおうか。あ、エサちゃん、エサちゃんってヒロシ。あー、待って、これミサイだろこれ。ね、ミサイもちょっと一応気になってたからな。なんか長澤くんも出てきてるしよ。気持ち悪い、気持ち悪いこれ。ミサイが細胞分裂起こしてんじゃねえかよ。長澤くんが、長澤くんがキモいんだが。もう全然元気になんねえじゃん。あー、なったなったなった。よかったよかったよかった。ねえ、決定だがヒロシってのが嫌なんだけど。鬼人じゃねえか。いや、立ち直り早すぎだろ。なあ、さっきさ、振った相手と振られた相手と一緒にストレッチすんなよ。しかも長澤くん怒ってるし。いや、忘れろよ、もう、ねえ。もう新しい年来んだから。いや、誰と喧嘩してんの？いや、怖いよ、長澤くんの怒りは。なんで10万おめでとう毎回荒らすかな。今回来なかったから、あいつもちょっと空気読んだかなと思ったんだけどね。長澤くんと喧嘩してたのかよ。ダメだ、仲介入るやついねえわ。もう見捨てられてんもんね、二人ともね。そりゃそうでしょう。こんな奴らの。入りたくないもん、この二人の間には。はい、ということでね、やってまいりました。ミニニュースのコーナーでございます。ね、ちゃんぽボスね、今回は。ね、何のミニニュースが来るんだろう。トイレが一番長いのは誰？え、誰？ドラゴン双剣かっこいいな。チャオズか。ああ、どれどれどれだろう。まあそうだろうな。まあなんかわかるわ。ねえ、しずえなの？便秘なんだろうな。長澤くんも本命なんだ。まだ子供だけどね。いや、ひどいなつり付き合いだな。あ、ミサエだ。ちょっと、ミサエよろしく頼むよ。あ、ミサエ整形したんだから。いや、どうなるかな。十万目ってもうすげえこうなってんな。口が。仲直りする？お、ミサエ、ミサエ、くそー。俺はよくよく考えればさ、豚に負けたってことだよな。そっか、一番つれえな。負ける相手の中でも一番つらいぞ、これは。いつも俺がさ、舐めていた相手にさ、こんな敗北を喫してしまうと。つら。そして次回のトモコレはなんと12月31日に化け物島
紅白歌合戦を開催いたします。エソちゃんやらコアラやら、まあ、いろんな住民たちが赤組白組に分かれて歌バトルをしますので、まあ、ぜひともね視聴いただいてコメントの方でねどっちの組が勝ったのか皆さんに決めていただきたいなと思います。12月31日化け物島紅白歌合戦お楽しみに。親愛なる同志諸君、動画の視聴誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り小荒津ゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。